手首英語での名称、左下のリストと書いてある部分が、手首手首とは、手のひらと腕がつながっているところのこと、また、手のひらと腕をつなぐ関節のこと、手のひらと腕をつなぐ部分のことである。スポーツや、武道などでは、手首の持ち方も重要な要素となることも多い。例えば、野球では、手首の動きを活かした動きをすることを、スナップを効かすなどという、ゴルフでは、 手首の角度がクラブのヘッドのフェースの向きに大きく影響し、球の直進、フックスライスなどとなって現れる。合気道では自身の手首の角度で技の機器が全く異なり、また相手の手首へのある種の関節技を用いた方も多い。ボクシングや打撃系の格闘技などでは強靭な手首の持ち主は有利な傾向があり、弱い手首の持ち主は 自身が繰り出した打撃により、関節の骨にダメージを負うことがある。野球の投手では、棚上げする球種によっては、検証炎が発生しやすい箇所でもある。楽器類の演奏でも重要な役割を果たしており、例えば、シャミ戦の演奏ではバチを持った時に、ギター、バイオリンでも手首の力の抜くことはポイントと指摘されることは多い。また、ジャンベ、コンガ、 あるいはスティックを用いたドラムス等でも手首の使い方は重要である。手首に腕時計をつけた状態日常生活では一般にはくびれていることを利用して腕時計をつけたりブレスレット等のアクセサリー類をつけたりするのに用いられている。医療現場では様々タグをつけたりするためにも用いられている。警察官は 被疑者に手錠をかけるために利用する。脈を取るために手首の動脈に指を当てるということは一般に行われている。手関節も参照解剖図、筋肉の名前が記してある。骨の解剖図。ラグビーボール状の箇所とそれに合った皿状の部分からなっている。手首の関節は医学用語、解剖学用語では頭骨指根関節という。 頭骨と手根骨との間の関節で、尺骨が参加していないため、このような名称で呼ばれている。手根骨が集まることで、楕円状の部分と、それに合った受け皿のようになっている。こうした形状であるので、手首の動きは次の二つに限定されている。一手首の曲げ伸ばし方向の動き、すなわち屈曲、進展の動き。こちらは、比較的大きく動く。二横に傾ける動き。 すなわち外転、内転の動き、こちらは比較的小さくしか動かない。手首は外から大まかに大まかに見ると左右に回転しているように見える運動もする。これは海外、海外と呼ばれる動きであるが、この動きは実はラグビーボール上の手首の関節自体が行えるものではなく前腕にある2本の骨。 頭骨と尺骨の方が行っている。手首を動かすための筋肉は前腕部に集まっている。手首は手関節とも呼ぶ。東洋医学で手首に関わることを説明すると、手のひら側の、しわ、の、親指幅下で親指側側,側面よりの箇所は、軽挙と呼ばれる壺で、咳、喘息、発熱、無汗、咽頭炎などの治療に用いられている。 同じく、手の平側のシワの小指よりの端のくぼみは、三角と呼ばれるツボで、便秘、つわり、心痛、不眠などの治療に用いられている。高次園第5班、P1826、手首、ゴヨシロー和楽器教本社未選、文化と楽器と演奏練習 2006P52、極端な肥満の人はこの限りではない。肥満で、首入れがほとんどないと、 手首がないなどと表現されることがある。ABCDEFG 酒井達夫、よくわかる。解剖学の基本と仕組み集和システム 2006P27 ハット AB ネモという幸を、症状別よくわかる。東洋医学 29P191。ありがとうございます。